ハロー YouTube。 皆さんはこんなことを思ったことはないでしょうか。哲学者っていうふうに言うけど、そういう哲学者ってぶっちゃけ儲からないんじゃないの、貧乏なんじゃないの、イケてないんじゃないの、経済的に成功してないんじゃないのっていうふうに思った人、実はある哲学者が昔そこの問いに対して反逆を示したことがあるんです。今日はその逸話を見ていきましょう。古代ギリシャ哲学者タレスの金儲けについての話。久保田の友のアンテナ。ということで今日はですね、古代ギリシャ哲学者タレスがですねブチギレたっていう話をしていこうかなというふうに思います。何かっていうとですね、ある人が学者タレスがですね貧乏だったんですよ。やっぱり哲学者なんで。で笑ってですね、学問なんて人生においては無用なんじゃないですか、タレスさん、あなたは現時点で全く儲かっていないじゃないか、哲学とやら何やら高尚なふりをしているが、あなたは一切稼いでいないという現実をどう受け止めているんですか、この貧乏人が、というふうに言ったそうなんですね。そしてタレスはこういうふうに返しました。なるほど、じゃあ私はそうではないということを証明しよう。彼は天文学が大好きだったわけです。まあもちろん天文学だ。毎日星を見て過ごすような人だった。そこでその天文学の知識を利用して経済的に成功した姿を見せようというふうに考えた。彼は星を見ていたので、その星の予測をしながら今後こういうふうに時代は変わっていくぞっていう予測をすることができた。彼が目をつけたのはオリーブだった。そのオリーブは収穫が今年うまくいくかどうか、豊作になるかどうかっていうのを星を見ながらタレスは推測をすることができたんです。そして星を見た結果、今年は間違いなく豊作になるっていう情報をキャッチした。そしてタレスは冬、誰も興味がなかったオリーブを絞る機会に目をつけた。その当時冬なんで当たり前ですけど、オリーブを絞る需要なんてどこにもないわけですよ。そのタイミングっていうのは最も安い金額でその絞る機会を借りることができるわけですね。そこでタレスはこういうふうに言います。いいですか、私がお金を払うのでこのオリーブを絞る機会をレンタルする独占契約をさせてくださいっていうふうに彼は言います。独占的に絞る機会を安くレンタルすることに成功するわけです。絞る会社にとっても今は全く使われないわけですから、今後めちゃめちゃ伸びるとは思ってないわけですから、いいですよ、最初にお金がもらえるんだったら私たちもありがたいってことで、タレスは独占に成功します。そして見事オリーブが豊作になると、独占しているタレスのもとには多くのお客様がやってきました。そしてオリーブを使って彼は大儲けをすることができたわけです。すごいっすよね、収穫の時期に大儲け。アリストテレスはこの現象についてこんな風に語っています。学者はなろうと思えば金持ちにはなれる。しかし学者の目的は別にあることをタレスは示したんだっていうふうにアリストテレスは口述しているわけですね。しかしですね、そんなタレスはですね、一日中こう星を見ていたので、ある時こうやって星をこうやって見ながらこう歩いているとですね、老婆と一緒にこうやって歩いていたらしいんですけど、二度にはまってバシャンってこう怒っちゃったらしいんですよ。で足がはまっちゃって、動けない、誰か助けてくれってね、タレスは言い出したらしいんですね。助けない、俺はちょっと出れないよみたいな感じ。うんしょ、ありがとう、危ないとこだった、めっちゃ痛かったわって言ったら、その横にいた老婆がこうやって助けてくれた老婆がこんなこと言ったんです。あなたは足元にあるものさえ見ることができないのに、天井にあるものを知ることができるとお考えか。老婆つえ老婆つえなと思って、すごいよね。さっきさ、散々ヒーローだったタレスが老婆の前ではタジタジっていう状態だったっていうことが、まあ、知られているわけですね。で、じゃあ今の時代、このタレスほどの能力が、自分たちには例えばなかったとして、だったとしても今は AI 全盛の時代なわけなので、需要予測っていうのは実は限りなく簡単にできるようになっちゃってるんですよ。なんですけど、これが面白い話なんですけど、今目の前にある技術であり
しかも多くのソースコードっていうのはそもそも公開されていてオープンソースで使えるものばっかりなんですよ。なんですけどほとんどの人は AI が民主化されているにもかかわらずそれを利用しようっていうマインドになってないんですよね。これってなんか不思議な感じがするなと僕はずっと思っていて、タレスのようにずっと年がら年中星を見て溝にはまってもその気づかないようなそういう人じゃないと需要予測ができなかった時代っていうのは当の昔の話で今は誰でも需要予測ができるわけですよ。なのでその需要予測を学問に生かすこともできる、もちろん経済に生かすこともできる時代なわけです。なんですがほとんど そのビジネスマンっていうのは AI っていうものの本質をあまり深く理解していないがためにAI を自分たちからこう切り離そうっていうふうに考える人が多いんですよね。まあ、僕はこの動画のだいぶ前に AI 講座っていうのをですねやってですね20本以上の動画っていうのを上げているのでその動画をまあよかったら一回見てほしいんですけどそこをちゃんと一個一個見ていくとですねどんなビジネスマンでもあ AI ってこういうふうな考え方でこんな論理が裏側にあるのねってことが理解できると思います。理解できるとビジネス活用ってめっちゃ早くなるんですよ。この時は例えばオリーブを絞る機械をレンタルで独占しようっていう発想だったんですけど確かに全てのものの需要予測が分かるようになったとしたら需要が上がったり下がったりする上がったり下がったりするその上がったり下がったりするタイミングでビジネスモデルを作れば売上って上がるよねみたいなことが分かるわけですよね。それをどこに適用するのかっていう発想だけなんですよ。でしかもそのどこに適用するのかって基本的に例えばこの動画を見ている人が社会人だっていうふうに考えたとします。社会人であれば自分がそもそも所属している業界っていうのがあるはずなのでその業界における需要と供給のバランスっていうのは常に自分が見ているわけですよね。そうだとすればそんなに難しいことを考えなくてもそこにその産業特有のバイオリズムがあるわけですよ。そのバイオリズムを自分自身はおそらく知覚してるわけですよ。ただその知覚している情報よりもより精度が高く AI が需要予測してくれるとすれば自分たちのようなプロフェッショナルよりも一歩先に進んだ需要予測ができる世の中になってきてるわけです。そうすればそういったものを使ってあんなビジネス、こんなビジネス、こんなビジネスっていうのが思いつきますよねっていうことなんですよね。まあ、例えば DX とかっていうふうに今は言われるんですけどデジタルトランスフォーメーションの時代だとかっていうふうによく言われるんですけど DX を大冗談に企業を変えるっていうのって国の指定としては正しいんですけど一企業家の視点とか一企画を考えるプランナーの視点で言うとちょっと遠い議論だったりするわけですよ。ただ AI を使えば例えばめっちゃ儲かりやすくなるなとかビジネスモデルが画期的に変わるなとか全くの新機軸のことを思いつけるようになるなっていうもうちょっとなんていうか欲望ドリブンというか自分たちのワクワクとか欲望がこう喚起されてくるような、原始的な欲求に近いところで勝負をするっていうふうに考えるともっともっと世界っていうのは面白く変えられるんだなってことに気づいてくれるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。このタレスだったとしても最初にこういう面白いイノベーションを生んだ原点はですね学問は人生に無用だっていうふうに言われたことに対してこうなんだよこいつふざけんなよムカつくなあいつを言いまかしてやろうってい こう怒りだったりするわけですよね。でそういうそのなんていうか原動力みたいなものがこれだけすごいなんていうか成果みたいなのを生んだっていうことがあるわけなので、僕たちはもうちょっとそのなんていうか自分の感情とかに自由になってその自分たちが感じている感情をもとにもっと商売を組み立ててみるとかそういう発想をしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてまた僕自身はビジネスに対する敬意と学問に対する敬意っていうのがどっちもあるんですよね。で、まあどっちも尊敬しているとやっぱり思うのは僕たちは常にその巨人の肩の上に立って仕事をすることができるっていうふうにまあずっと思ってるわけなんですけど学問の世界でも例えば論文とかあるじゃないですか。論文とかの中に必ずリファレンスみたいなのが載ってるわけですよ。ここを元にして引用してここは作ってますよ。ここに関してはここを引用してますよみたいなことが必ずほぼ確実に載っている
わけなんですね。それは先人の研究に対する敬意で、この論文が作られてますよっていう意思表示だったりするわけです。で、その、論文っていうのは、1個の論文を読むと他の論文にまた出会うことができるような構成になっているので、僕は学問ってめっちゃ面白いなって思うのは、その人類の進化の過程が全部きれいに残ってるからなんですよね。そしてこういう考え方をビジネスにも承継することができるところってのはめっちゃいっぱいあるんですよ。多くの人って学問と経済を切り離して考えています。もしかしたらアリストテレスですら、学者はなろうと思えば金持ちになれるが、学者の目的は別にあるということをタレスは示したっていうふうに言って、分断的な思考になっていることが多いんですよ。アカデミックと、ビジネスっていうのは全く別であるっていうふうに考える人っていうのはやっぱりどうしても多いなんですけど、アカデミックについて敬意を払ってビジネスマンが、貪欲にその知識を吸収し、吸収した知識をもとにビジネスをやってみると、これはめっちゃ強くなるんですよね。で、逆に言うと学者がビジネスのような考え方を吸収して自分たちの研究のプレゼンを例えばするとか、自分たちの研究の予算をつけるために国に頼らずに企業からスポンサーをもらうとか、そういうそのなんていうか、貪欲なお互いの得意領域の交換みたいなことをすると、アカデミックもビジネスもどっちもこううまく立ち上がるっていうことができるんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですね。なので巨人の肩の上に立って、今の最新のテクノロジーとかを使いながら新しいビジネスモデルを作っていくっていうことがこれからは必要なんじゃないかなというふうに思っています。というわけで、ぜひ、感想などありましたらコメント欄に書いてください。また高評価ボタン押してもらえるととても喜びます。さらに、チャンネル登録をしてもらえると新しい動画を見逃すことがないと思うので、ぜひ、チェックしてみてください。次回はですね、ずるい考え方という書籍を取り上げていきたいというふうに思います。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。